企画、愛媛の美味しいお魚を使ったプロから学ぶインスタライブレッスンを開催いたします。今日、2回目なんですけれども、銀座の藤山という本当に美味しい和食の料亭からインスタライブをするんですけれども、愛媛県のブリを使った梅干しを、それからマタを使った蒸し物を教えていただくということになっています。今日私が弟子入りさせていただいているこちら藤山 のオーナーシェフ の、はい、藤山大将なんですけれども、はい、藤山さんは京都 の高台寺楽殿の総料理長を務められて、その後楽殿グループの総料理長、そして2019年3月にこちら銀座藤山をオープンなさって、もうすぐにミシュランの星を獲得されて、とっても話題のところ、今日私がねここに弟子入りするんだっていうことを友人に言ったら、みんなすごく驚いてて、藤山さんのところに行くのって言って、結構今インスタライブ見ている方もいらっしゃると思うんですけれども、まず早速教えていただいて、はいはい、皆様にいろいろと質問があれば藤山さんに直接聞いていただけると思いますので、はいはい、あと最初にお伝えしますが、この間私弟子入りした時に、はい、もう学ぶことがすごく多くて、うん、あれもこれもと教えていただきたいことが多くて、ちょっと45分過ぎてしまいそうです。45分過ぎたらお声掛けしますが、お時間がない方はその後ぜひアーカイブでご覧ください。はいはい、まずはマハタ、これは幻の魚というふうに言われていて、はい、水揚げ量が少ないからなかなか ね、はい、スーパーで、ね、見ることもないので、ちょっとお鍋とかでね、料亭とかで出てくることがあるんですが、はい、うん、愛媛県では養殖のマハタが、はい、最近すごく盛んになっているので、そちらをまず使ったマハタのお料理、蒸し物を、うん、ご紹介いただき、はい、その後に、ブリ。ブリは40年、愛媛県は生産量がトップ3に入っているという、本当にもう両方とも旬の脂が乗ったお魚なので、はい、もう早速お料理スタートしましょう。はい、分かりました。まずマハタ、どうしたらいいですか。はい、ちょっと私も頑張って手伝いたいなと思ってるんですけれども、はい、こちらですね、おろしたマハタです。マハタ、今日こちらなんですけれども、うん、これ、2.5 キロぐらい、はい、はい、2.5 ありますね、はい、はい、これをおろす、どうでした？召し上がっていただいて。いや、養殖の概念をちょっと覆されたというか、美味しかったです。美味しかったですか。はい、なんかね、マハタってとてもゼラチン質があって、うん、柔らかで、とてもこう、お鍋とかにあってね、美味しいお魚っていう感じで、そうですね、地味深い白身ですけどね、うんうん、いいお魚です。はい、養殖のなんか餌の臭みとかそういうのも、いや全然気にならなかったですね、うん、はい、楽しみです。はい、はい、じゃあこれはどうすればいいですか、お魚を。はい、はい、まず魚カットしますね。これも三枚おろしにしたやつなんですけど、これ昨日届いたお魚ですよね。そうです、色が綺麗。1、2枚ずつ切り分けます。自宅でお刺身を切るときには、これはなんか刺身包丁とか、あと三徳包丁とか何か、いやもう何でもいいです、うん、こういう使い方、どういうふうに引いていくですね、手前に引く、はい、でこれ今厚さ大体2センチぐらいですね、はい、でこの向きとかどういう、なんかちょっと、まあ、和包丁は大体押すか引くですね、はい、はい、いいですか、私1枚切って、こっちやっちゃいます、はい、おお、この包丁使っていいのかな左手から ちょっと結構重いので緊張しちゃう、はい、はい、これでここ、そうです、はい、そうです、大体どの位置から、ここから入れます、根元のとこですね、はい、で引く、皮まで行ってスーッとスーッと力入れずに、はい、皮にも行ったら、はい、そう、切れた、はい、上手、はい、ありがとうございます、はい、切り身にしたものに塩を振ります、まあ、塩を当てると思いますけど、この間伺った時に、日本料理は何しろまず最初にこうちょっと
とした手間暇をかけるということが美味しさの大きな秘訣になるので下処理がすごく大切っていうふうなことを習ったんですが、はい、まずお塩必ず振るっていうことですね。ここで最初にお塩結構量振りますよね。そうですね、これは味付け、あと、うん、ちょっと時間を置いてですね魚の水分を出す役目もあります。結構量振ってますよね、はい、これ十分、もう十分すぎるぐらい、はい、しょっぱくないかなってちょっと思うんですけど、ね、大丈夫ですか、はい、でこれで30分ぐらい置くと、はい、魚の水気が出て魚の生臭みが一緒に出てくるわけですね。これはお塩を振って冷蔵庫に、うん、いや常温で大丈夫です。常温で大丈夫ですか、はいはい、常温で30分くらい、はいはい、このまま置いておくと魚が水分を出てきますね。そのやっぱり水分を出すっていうのは、はい、こう臭みを取るとかどういった役割があるんでしょうか。見えますか、ね、あ、見えます見えます。え、これこんなに出てるんだ、はい、ちょっと皆さんにも見ていただいて30分置くとこんなに水分が出てます。これ魚の生臭みが出ているので、はい、これを一回旨味ではなくてこれはもう 生臭みなんですね、はい、結構でもなんかお魚が美味しそうな感じにこう照りが出てますね、うん、で塩軽く洗います、ね、塩軽く洗い流すけどさっと流水で洗う、はい、これ皮目のところに少し5ミリ幅ぐらいで、はい、筋を入れてらっしゃいますね、はい、ちょっとこれ皆さん見れるかな、ちょっと、はい、こういうふうにちょっと筋を入れて、これ筋入れられてるのはこれどういった理由で蒸し物にするときに、まあ、皮が美味しいんでこの魚は皮も食べやすくしてます。そのためにちょっと包丁で、あ、なるほど、包丁入ってないと皮がこう、はい、食べにくいからっていう心遣いですね。そういうね、こういうね、ちょっとした、ね、ことが大切なんですよね。私はもう時短でお料理するのでこういう手間をね省いちゃうんだけれども、でも大切だなというふうに思いました。でこの魚を霜降りします。霜降り、はい、霜降りっていうのは湯通しして水に、蒸す前に一回こう、はい、湯通しするっていうのの理由はどういった理由でやるんですか。それまた生臭さを取る、はい、取るのと、うん、魚の表面のタンパク質を固まらせて、まあ、煮崩れの防止とか、はい、もう霜降りは絶対やった方がいいですか。です、ね、もうこのまま蒸し器に入れて蒸すっていうことはやってはいけない。はい、はい、日本料理はしないです。でこれ沸騰して、はい、それから、はい、うん、何秒ぐらいかな、大体ちょっと表面が軽く白くなる、ね、あ、変わった、うん、ちょっと白くなりましたね。あ、それでちょっとお魚が反りましたね。そうですね、これで十分です。なるほど、もう数秒、はい、10秒ぐらいかな、うん、うん、10秒ぐらいですね。でここでやってほしいのは皮目の鱗が残ってないか、はい、残ってたらこの時取る、はい、軽く指の腹で撫でてやって骨がないか、ね、で今日蒸し物を家庭でできるようにちょっと藤山さんにお願いして、私の自宅から家庭のお鍋を持ち込んで家庭のお鍋でも蒸し物が美味しくできるんだよっていうことを見せていただくんですけども、ちょっと大きめのお鍋があったら大きめなお鍋で、私はこれパスタにも使ってるパスタ用の鍋なんですけれども、これちょっと見せちゃおうかな。なんか下こういう中ね、100円均一みたいなのを売ってるんだけども、こういう台みたいなのを入れてちょっと高さを出す、もしくは耐熱の浅いこうお皿をみたいなものに高さを出すっていうことでもできると思うんですけれども、この上に直接お皿を入れてもいいんですけど、熱いので今日はパスタ用のこうバスケットを使って、はい、このバスケットを使ってここにお皿を入れようかなと思っています。アーカイブ残りますかっていうご質問、アーカイブ残します、私のアカウント、それからあとは、マリクレール、それから水産王国愛媛、その3つのアカウントでこれから終わった後にアーカイブを残す予定になってます。それからマリクレールの方でもレシピを後から公開しますし、私の方でも公開しますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、はい、じゃあ付け合わせの
お野菜ですね。あ、いつの間にか話してる間に、はい、お昆布の上にお魚が寝てますね。じゃあ敷き昆布というと昆布と一緒に酒蒸しします。美味しそう、はい、もう昆布のいい香り。あのこれ昆布が、うん、あの家庭の昆布だとこんなに美しい幅広い昆布がないんですけれども、うんうん、どうしたらいいですかね。多分まあそれはこの後ろのいいですか、はい、これすごい、この昆布バクテンって書いてない、バクテンって書いてないですよ。またこんな大きな昆布、あのなかなかこれ家庭ではあの手に入らないと思うんですけれども、うん、えこれを、まあ、昆布割って一緒に、はい、小さな昆布でもいいんですか。そうですね、2かけぐらいで大丈夫だと思います。じゃあこういうふうに寝かせられなかったとしても、はい、あのちょっと小さく切ったものとかを引き詰める、はい、ただたくさんはいらないと思います。2かけ、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 はい、もうちょっとちっちゃくていいんですか。はい、ちっちゃくでも大丈夫です。なるほど、はい、はい、それを下に引いて、はい、それでお魚その上に乗せると、はい、ちょっと昆布の質問もう一つしていいですか、うん、こういうね、ちょうどここにあったんですけど、お昆布こういうふうに白くなっているので、これをそのまま、はい、あの引くんですか、それともちょっとこう拭いたりとか何か。ちょっと硬いんで、濡れ布巾で拭きます。はい、パキッと折っちゃって、はい、折れるんで、はい、濡れ布巾で少し拭くと、はいはい、拭いた方がいいですね。それどういう、拭かないと昆布の塩気がちょっと強すぎるんで。あ、なるほど、はい、昆布の旨味だけを出したいので、ここに濡れ布巾で拭いて、あのじゃあ小さいお昆布も一応拭いた方がいいですか。そうですね、はい、ちょっとしょっぱくなっちゃう。あ、わかりました、はい、付け合わせの野菜ですね、はい、油串切りですね、はい、ちょっと葉っぱの部分は残して、うん、これはそう彩りですね。これ葉っぱの部分って、うん、あのこの間ねどうするんですかって伺ったら、うん、この葉っぱでお漬物を浅漬けを作ると美味しいということを教えていただいて、これもちょっと後で教えてください、はい、もう食材をね、あのお魚もお野菜も余すとこなく全部使いたいということをお願いして、あのそのレシピも皆様にあの公開しますので。結構皮分厚く剥くんですね。これはこんなに分厚く剥くんですか。そうそう、濃いね、うっすらと見えると思う。見えます、はい、ちょっとネットのようなものがあるんですよね、はいはい、まあ、このまま蒸してもらってもいいんですけど、より口当たり良くするためにこのカブラの繊維の細かさですね。なるほど、でこちらはお漬物の方に入れてしまうということですね。こっちは漬物回します。ちょっと分厚く切っても無駄にしないので、はい、皆様ちょっとあの厚めに切ってみてください。あとしめじですね。もう綺麗、もうこれでもう盛り付けになっているわけですね、うん、ちょっと石突きと、はい、おネギ、そうですね、1センチぐらいですかね。これお野菜は、はい、あのお好みで季節の野菜とか冷蔵庫に余ってる野菜を入れてしまってもいいですか。あ、そうですね、火の通りやすいものにしたら大丈夫だと思います。彩りがもう綺麗。今日は同じ愛媛つながりでキウズ、愛媛県ね、柑橘もね、本当に有名で美味しいですもんね。輪切りにします。もう柚子輪切りにするという発想が私になかったです。種がね、ちょっと、はい、綺麗、あ、綺麗、盛り付けが終わってるの、あとは蒸したらもう出来上がりということですか。はい、もうお皿のまま蒸しますので、蒸し上がったらこのまま食卓でという。これはもう、はい、じゃあ1人分なんですけども、2人分をちょっと多めに、はい、そうですね、入れても大丈夫ですか。そうですね、2切れ入れていただいてもいいですし。
はい、そうするとやっぱり蒸し時間って少し変わりますか。そうですね、あの、いや、まあ、あんまり欲張っては入れない方がいいかなと、はい、身の厚さが、うん、そうですね、はい、でそこにお酒、生酒です。生酒、はい、これは、何 cc くらい。結構ドバドバ入れますね。かなりあのお魚が半分ぐらいかぶるぐらい生酒を入れてるんですけれども、はい、あと今ちょっとご質問があって、かぶの皮は最初に軽く洗う感じで OK ですかと。あ、そうですね、はい、あのもうこれ洗ってます。あ、今日はもう洗ってディスプレイしてますので、はい、洗ったものを使ってます。でも皮も余すとこなく使うということですよ。そうですね、あの日本酒このまま蒸して、もちろんお酒は飛ぶと思うんですけれども、はい、うん、例えばご家庭でちょっとお酒があんまり強いと、うん、っていうようなお子様がいらっしゃる場合に、代わりにこうお水だったりとか半々にするとか何か、まあ、そうですね、水使っていただいてもいいんですけど、やっぱり酒の旨味っていうのがあるので、前もってお鍋で温めてアルコール飛ばす。あ、なるほど、はい、だから生酒ではなくて一回日本酒を火にかけて沸騰させて少し冷ましたものを使うと、うん、そう、煮切り酒を使うと、ね、なるほど、はい、そうするとこうアルコール分が気になるお子様の場合はいいということですね。です、今これでだいたい 60cc ぐらいですかね、お酒結構入ってるように見えますけど。結構入ってますね、うん、これをこのまま、はい、じゃあさっきのはい、パスタ用のバスケットに、はい、入れちゃいます。このまま、このままこれに本当は入れちゃってもいいのか、ただちょっと熱いのかなと、うん、いいですか。これお水を、どれぐらいかな、今厚さ的に2センチ弱ぐらいですね、入れて、あのグツグツと今沸騰してます。これかぶるね、はい、このまま入れます。閉めます、はい、なかなか私家で蒸し物っていうのを挑戦してなかったので、うん、今回こんなに簡単にできるのかなと、うん、はい、思って、まあ、下ごしらえ、ね、下ごしらえさえしとけば簡単な料理なので、うん、これで大体、7、8分。そうですね、はい、7、8分すれば魚に火が入るので、はい、強火で蒸します、はい。じゃあその間にじゃあちょっとどなたか7分、はい、あの測っていただいて、あとご質問で日本酒がないときは他に何がおすすめですか。日本酒以外のお酒ってことですかね。お水よりは。そうですね、僕は結構家でやるのは白ワインですか。白ワイン、ね、ちょっと洋風にしちゃったし、それも美味しそうですね、はい、一気になんかあの洋食になりますね。そうすると日本酒の代わりに白ワインにするというのもおすすめだそうです。あとで作りますけど、ご飯用にカットして。これはね、私がちょっとおねだりした、もともと予定していなかったちょっと特別レシピなんですけれども、あの真畑の炊き込みご飯を教えていただきたいというふうに急遽ちょっとお願いしまして、これはちょっと漬けにするんですね。マハタをちょっとぶつ切りにして、ね、漬け、この漬けの、お出汁 の、うん、あの配合、これが、お醤油と、それからお醤油が、お醤油、お酒、みりん、砂糖で、まずお酒が 400cc、 それからとみりんが 100cc、 そして、濃い口醤油が 100cc。 お砂糖は入れてますか。入れない。お砂糖入れなくて大丈夫。お砂糖入れなくていい、はい、はい、みりんとお醤油とお酒、はい、4対1のものですね、はい、お酒が400、それからみりんが100、はい、お醤油、濃い口醤油が100、それをあの混ぜたものをこれまたつけました。そうですね、これにも柚子、はい、一緒に柚子、はい、香りづけあれば入れちゃう、はい、これどれぐらいつけとくんですか。まあ、20分、30分ですね、はい、で、レンコン、はい、こう分厚く切っちゃうんです ね、 ですね。これご飯と一緒にレンコンも炊いちゃう、はい、うん、あ、これぐらいの方が歯ごたえもあって美味しいです。もうちょっと想像するだけで美味しそうで、この間なんかお話を聞いてた時にあの食べたいって言ったら今日作っていただけるということでちょっとおねだりした甲斐がありました。
全部つけちゃう。はい、はい、これ大体あのどれぐらいの ご飯は今料理で考えて作ってますか。大体2合ぐらいですかね、はい、贅沢のお魚入れましたね、はい、これ今日でもお魚1尾ありますので、あの1尾本当にもう余すとこなく全部使いたいっていうふうにあのお話ししたら、じゃああらはこうしましょうとか、じゃあぶつ切りにしてこうしましょうとか、いろいろアイデアが出てきて、あだったらそれレシピ知りたいっていう風になったら、今日あの皆様にねこうやって教えていただけることを思ったので、あのこれもあの後日レシピきちんと紹介しますね、うん、何分かな、今何分ぐらい出しました、まだもうちょっと時間があるかな、うん、はい、あと3分、あ今3分経ったところ、あっという間でしたね、はい、じゃあその間に、お漬物、はい、お漬物やっちゃいましょう、はい、お漬物、ここに、はい、葉物とか、はい、せっかくなのでさっきの、はい、株の、あの皮とそれから葉っぱを使って、はい、あのお漬物、浅漬けを作る、綺麗に洗ってますからね、はいはい、さっきご質問が来てたからね、洗ってます、ちょっと細かめな感じに適当に刻んで、うん、ちょっと私この包丁のね美しいあの音に聞き入ってしまいました。うん、こんなに間近で大将の包丁あの見れることってないので、葉っぱを小口切り、はいはいはい、で今回ねあの愛媛のマハタとそれからブリを、はい、あの送らせていただいて、先にね試作とかしていただいたんですけど、はい、最初に召し上がった感覚ってどうでした？あ、ちょっとまあ、うん、僕はでどちらもね養殖のね、うん、あのお魚で、愛媛県本当に養殖のあのお魚が、うん、あのたくさん生産していらっしゃっていて、うん、そうですね、僕も久しぶりにちょっと養殖物を使いましたけど、うん、まあ普段使ってなかったんですけどね、うん、まあ、今回養殖ということでどんなの来るかなと思ったんですけど、美味しかった。美味しかった、はい、もうね生産者の方々が本当に研究重ねて、もう愛してるよとか、もう美味しくなってねっていう、もうね気持ちを込めて本当に大切に育てているお魚で、うん、アイクフィッシュっていう風に言われてる、はい、愛するの愛に育てる、ね、愛を持って育てているという生産者の方が、はい、そういったお魚で、私もねいただいてみて、前回はあのね、また違った、今回と違ったお魚をいただいたんだけど、うん、どれもね本当に美味しくって、また一尾そのままあの送っていただいて、全部余すとこなく食べるというのもちょっと私的にもねあのかなり感動したんですけども、ちょっと美味しかったですね、生臭みがなくて本当に美味しかったです、うん、なんか餌も随分ねあの研究なさっているので、臭さとかがね、臭みとかがそういうのがなかったりとかっていうことを聞いてたんですけど、うん、その大将からしてもそのなんか養殖のこの餌の臭みとかそういうのがある感じ、そんでこんだけ臭くなかったらね、手頃に食卓に並ぶんじゃないですか、うん、美味しいと思います。ね、マハタなんてね、なかなかあのスーパーでは、ね、今まで見かけなかったんですけれども、愛媛県の養殖の技術が進んだので、家庭の食卓にもね、あの並ぶことになったので、あのぜひ私もね、また買って作ってみたいなと思ってます。はい、お漬物、あっという間に、はい、さっきの、 あのお昆布を少し入れて、はい。はい、で塩一つまみですね。一つまみ。はい。あと鷹の爪入れてちょっとなじませると出来上がり、浅漬けですね。なじませるというのはどうやってなじませるんですか。まあ1時間ずつすれば水分、野菜の水分が、はい、出てきます。このまま。あとちょっと軽く揉んで。なんかじゃあビニール袋みたいに入れて揉んで。あ、そうですね。私だったらジップロックにそのまま全部入れちゃって、はい、やりやすいと思います。はい、そんな感じですね。はい。あともうちょっとでもうそろそろできたかな。うん、できます。はい。じゃあいいですか。はい。はい。もうこのね、昆布とあと日本酒とそれからあとこのやはり
愛媛県産の柚子のこの香りがちょっともう皆様にこの湯気と香りが届いてるかな、美味しい香りがしてます。便利ですねこれねパスタのバスケットに入れちゃったっていうそうですね、ここで取るのね、なかなか暑いから、はい、僕素手で持ってますけど、これ暑いんで気をつけてください、ね、私はね、ゴム手袋とかね、使ったりとかなんかしますけども、できました。これ自宅で出てきたらちょっとびっくりされるんじゃないかな。でも本当に最初の下処理だけきちんとやっていれば、ね、あとはもう全部乗せて蒸すだけなので、はい、簡単でした ね、お皿のままね、蒸せる、出せるから、はい、味付けってもうこれで終わりですか、はい、さっき塩を当ててました、ね、一番最初の塩とあとお昆布、それから柚子から出るということで、はい、あと魚の旨味ですよね、うん、十分引き出せると思ってます。じゃあそのお魚のお出汁と、それからあとはお昆布のお出汁、はい、それからあと柚子の風味が入っているということですね。あと今フォロワーの方から株は赤株とか、はい、そういったものを使ってもいいですかということなんですけれども、あ、大丈夫ですよ、はい、大根、普通に大根とかでもいいですしね、しみじゃなくても椎茸とかね、うん、舞茸、お好みの、うん、お好みの野菜で、はい、してもらってもらえれば美味しいと思います。じゃあ次に行きましょうか、はい、はい、次はじゃあブリ、はい、ブリ、もう見るからに脂が乗って、もうまさに今が旬のブリなんですけれども、そうですね、もうね、私はね、ブリと言ったらなんかもう焼き物がね、美味しいんじゃないかなと思って、うん、ぜひ焼き物で教えていただきたいというふうにお願いしたんですけれども、うん、ブリの梅干しをまず焼いて、その後に本当は秘伝のタレだそうなんですけれども、こっそり皆様に、こっそりじゃないですねいいんですか、もう大公開しちゃうんですけど、公開しちゃいますね、本当にこちらの銀座の藤山でも使っていらっしゃる調味料を、はい、皆様に大公開してしまいます。焼き物の焼き方のこうまず極意を教えていただきたいと思うんですが、フライパンでまずやっぱりね、家庭では焼くというのか、もしくは魚焼き器っていうのが一般的だと思うんですが、ここでは炭を使ってるっていうことで、僕ら焼き物は全て炭使うんで、焼き物といえば炭、でもね、家庭でいきなりね、炭焼きなんて難しいなと思ったんですが、よく考えたらバーベキューするじゃないですか、バーベキューって炭なので、バーベキューの時にお肉じゃなくてこうやってプリをね、仕入れてバーベキューの時にブリを焼いたらいいんじゃないかなっていうふうに藤山さんとお話してたら、あ、バーベキューでの炭でね、焼くのも美味しくできるというふうにおっしゃってくださったので、今日は炭でのお魚の焼き方、それからフライパンの焼き方、両方を伝授していただきたいと思います。はい、じゃあこれ先ほどまた切り方、はい、はい、同じです。今日のブリ大きい、なかなかこの丸ごと見ること一尾ないんですけども、これ4.5キロ5キロぐらいあるんですかね、もう美しいですよね、さすがアイクフィッシュ、なんか本当に愛情を込めて、傷一つなく本当に美しいお魚です。これ大将、おろすのどれぐらいかかったんですか。いや、まあ僕らはなんか、まあ毎日のことなんで、解体ショー見たかったな、ね、今度しましょうか、ぜひ解体ショー見たいですよねはい、これブリの背の部分ですね、はい、どちら使っていただいても大丈夫ですね。背の部分と腹の部分と、うん、こうどちらの方が脂が乗ってるとか、こういうのが、うん、焼き物にはここがおすすめとか、部位によってありますか。まあ好みですよね、これも、うん、腹の方がやっぱり脂乗ってますし、はい、でもまあブリ、今この旬を迎えるブリっていうのは背の方にも十分脂があって美味しいので、はい、もうこの秋からね、もう春にかけて本当にブリ旬なので、いろんな食べ方で皆さんにも召し上がっていただきたいなと思うんですが、うん、これもだいたい2センチぐらいの幅、そうですね、2センチぐらいの幅で、これ美味しそう、お刺身でも食べたい、ね、刺身で十分できるやつですね、じゃあこれ背を3キロから3キロ、はい、こうやってお魚一尾を取り寄せると、部位によっての味比べができるのも楽しいですね。綺麗ですね。はい。
でこれ切り出し終わりました。これも塩振ります。はい、また同じく、はい、もう必ずこのお魚は、うん、あの塩を振るっていうのはもう絶対にやらなければいけないことなんですか、日本料理では。いや、もう作りです、食べる場合はもちろん塩しないですけど、まあ、焼き物にしろ蒸し物にしろ煮物にしろ、まあらだけは除いてですね、魚の旨味を引き出すという点ではやっぱり塩は必要ですね。このお塩はあのどんなお塩でも家庭にあるお塩を使えば、そうですね、あの岩塩でも大丈夫です、うん、やっぱり結構かけますね。まあ、そう見えるだけでそんなにかかってない。いや、家庭で考えると意外とお塩かかってるんですけども食べたらそんなものですよね。背の部分と腹の部分と、はい、3切れずつ切っていただきました。はい、これフライパンで焼きますけど、はい、今日これはまたちょっと時間を置いて、うん、あの水が出るのを待つんでしょうか。いや、もうこの、まあ、今日はこのままで、はい、焼き物はこれで大丈夫ですか。これで十分だと思います。ちょっと置いとくぐらいで大丈夫ということですね。今日はバーベキューもするということですね、はい、もう両方炭で焼く場合、あの炭って聞いてね、すごいハードル高いなと思ったんですが、バーベキューだったら皆さんもできるかなと思ってぜひあのバーベキューであのブリを焼く焼き方、その極意をお伺いしていたら、うん、あの串の刺し方がポイントだっておっしゃってたの、ね、これは伺いたいなと思いました。これは我々が使ってる金串ってやつなんですけど、はい、金串、この太さとかこうなんかすごくこだわった方がいいんですか、それともいやいや何でもバーベキュー用の、はい、そうですね、でも金串が竹じゃない方がいいですよね、燃えちゃうから。竹は燃えちゃいますよね、はい、あの金串、はい、これも結構簡単に手に入ると思うので金串は皆さん必ず買いましょう。長い方がいいんですか。いや、もう使い勝手のいいやつでいいと思いますね、はい、はい、これお魚って表面がこうじゃないですか、はい、裏はこうですよね、はい、表面に串を出さないと。あー、なるほどなるほど、裏側から刺すってことですね。そうです、裏を向けて、はい、こう刺す、はい、ちょっとこう本当に縫い物をあのお裁縫をしているような感覚ですね。ちょっとあの交互な感じで、そうです。でこうやって串がハの字になるじゃないですか、はい、ハの字になるとこう置いた時に安定する。で手元は一つ、平行ではなくちょっとハの字にするんです ね、 そうですね。これやってみていいですか。はい、もちろんです。これもぶつけ本番です。あの前回やってないので、これ裏側ですよね。これもちょっと短めに持った方が、はい、これぐらい扱いやすい、はい、で最初そうです、ここから、はい、で出るのはここでいいんですか。そうですよ、はい、もうちょっとこっちの方がいいかな。あ、こういう失敗した時には抜いてもいいんですか。抜いちゃう。そうするとでもブツブツ穴が開いて崩れやすくなるとかっていうの、はい、そうですね、もちろん串が落ちやすくなるんで、はい、抜かれてしまったダメだったってことですね。ちょっと皮目の方に、あ、はい、はい、1本目は皮に近いところってことですね。そうですね、今皮から5ミリぐらいのところですね、5ミリちょっと、7ミリぐらいかな、細かいんですけど、そこに刺しました、安定するように。で2本目はどこから、ここから、はい、ここ、はい、側面から、はい、でハの字なのをイメージして、そうですね、ここでいいんですか。でももうちょっと広げた方がいい、ね、あ、もうちょっと広げる、はい、こんな感じ、はい、ハの字どころかクロス X なんですけど、はい、これは両手いりますね。これはちょっと X はまた問題ですね。意外と見てると簡単、やると難しい。本当に見てると簡単、やると意外と難しいんですけど、縫い物得意だと思ったんだけどな。3本使ってもいいんですよ。3本いっちゃいますか。下すぎて3本になってしまいました。あ、そうです、はい、あ、上手、素人が3本で、はい、これで安定してこう焼けるので、これ炭焼きです。なるほど。でもバーベキューだったらこれやっぱり長い方がやっぱ使いやすそうですね。熱くないですしね、あと網っていう手もあるんですけど、網には魚がひっついちゃうんで、はい、串の方がより綺麗に上がると思います。
じゃあバーベキューの時には、うん、バーベキュー網は外して直接っていうことですね、これを使って。そうです、はいはい、お肉でもね、こうやって串使うと網って意外とひっついちゃうんでね。そうなんですよ。それでね、お肉の、ね、繊維とかお魚もせっかく美味しい繊維がね、あの崩れてしまったりするので、ちょっとバーベキューの網を使わないという新しい、うん、はい、バーベキューだとちょっと少しレベルアップした感じになります、ね、ちょっとプロっぽいですよね。プロっぽいです、はい、串でバーベキュー、串でバーベキュー、グランピングとかね、そうですね、ちょっと寒くなってきたけれども、でもバーベキューいいと思います。はい、じゃあブリ焼いていきます。はい、フライパンを熱しますね、はい、強火で熱して。本当にね、愛媛県のお魚ってどれもどれも美味しくって、水産王国というだけあって、うん、もう日本で有数のもうお魚県だっていうようなことでね、今回ね、お魚の養殖が日本一だっていうことで、こうやってお魚を持ち込んで大将に教えていただいてるわけなんですけれども、皆様ちょっとどうですか、こんなにたくさんのレシピをね教えていただけるなんてすごく貴重ですよ。私もね、今日嬉しくて嬉しくて、もね、前回からね楽しくて嬉しくてね、もうしょうがないんですけど、何から作ろうかなっていうふうにね、今から考えています。ただでさえ美味しいお魚が大将の手にかかると、どん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 美味しくなって、ちょっとした本当に一手間下処理をすることによって、お魚の旨味だけをいただくことができるということを学ばせていただいて、ありがたいなと思っています。で、次はフライパンの焼き方。フライパン、はい、ちょっと今おしゃべりしてる間に進んでしまったんですが、今日テフロン使っていますが、はい、テフロンじゃなくても、テフロンだとちょっと油が少なめで、そうですね、はい、油使う量が少なめでもいいんですけど、最後にちょっと皮目をパリッと焼きたいんです。私がなるべく家庭にある調理器具ということで、フライパンもあえてものではなくて、テフロンとかご家庭でありそうな調理器具を使っていただいてます。で、この油なんですけど、これ何油を使ってますか？これ米油か。米油、はい、うん、米油が自宅にない場合は、スーパーでよく見かけるごま油で、太白油というのがあるので、うん、ごまの甘い、はい、香りのしないやつですね、ものですね、まあ、結構コクが出ますので、うん、美味しいと思います。米油でも十分、米油、うん、オリーブオイルとかだとちょっと癖が出ちゃうのかな。オリーブオイルはあと癖が出るんで、ちょっと、まあ、洋風にやりたいときはね、うん、それでいいと思います。で、こう結構その火加減なんですけども、うん、焼き加減の時ちょうどこれ中火ぐらい、中火ぐらいですかね、中火ぐらい、はい、中火で、大体このフライパンがどれぐらい熱くなった時のお魚を入れるかっていうのがいつもちょっと気になっているんですけれども、まあフライパンは熱すると言っても、うん、人それぞれですよね、うん、なんかね、まあ、お魚のフライパンで、ね、焼くと表面は焼けてるんだけど、実はね、そうそう、中が生煮えだったっていうね、うん、こともあると思うんですが、今日のね、お魚は本当に新鮮なんで、逆に中が生煮ぐらいの美味しいかもしれない。叩きでね、鍋が温まったら油を入れて、はい、油がこう鍋を走るっていうのかな、この、はい、もう一度十分油がさーっとこ う, で、ね、うん、で決して煙が出るほど温め、熱すぎてもいけないってことですね。じゃあ油があまり熱してない時にはこうサラーっていう感じってことですね。今こうさーっと、皆さん分かります、この油がさーっとこう流れている、このこれぐらいの油 の, 流れる速度がちょうどいいフライパンの温度だそうです。これそうだね、美味しそう。2センチ の, 幅に切りましたお魚で片面2分、はい、はい、裏面2分、2センチ2分2分、分かりやすいですね。美味しそうな焼き色がついてます。美味しそう、美味しそうですね、本当に。で、あとこの後に、2分2分で、皮の部分をちょっとパリッとさせるために、皮の部分も焼くというようなことで、これを焼いて、上から先ほど申し上げた
特製のタレをかけるということで、じゃあちょっとタレの材料をその間にご紹介したいと思います。まず、日本酒これはこちらで使っております、はい、まあ何でも日本酒ですね、はい、日本酒が 300ml、 それからあとは、みりんが、30ml、 そして濃い口醤油が 120ml、 それにお砂糖ですね、これにこの3つにお砂糖を 50g、お酒が300、それからみりんが30、濃い口醤油が120、それからお砂糖を 55g、 それを全部混ぜて、大将お鍋に入れて、はい、ぐつぐつと火をかけて煮詰めると、アルコール飛ばしながら今言ったものを煮詰めます。大体どれくらい、半分ぐらいまで煮詰める感じですか？半分の量になれば、はい、半分ぐらいまで煮詰める。で結構多分量がたくさんできると思うので、それは何か瓶に入れて冷蔵庫で保存をして、保存できますよね。完全に冷めてから、冷めてから、はい、瓶に入れて保存してください。これ他にどんな使い方か、いろいろ照り焼きとかにも使えたりとか。あ、そうですね、照り焼き美味しいと思います。照り焼きにも使えますし、万能ダレになりますので、甘辛い万能ダレになります。今日はそのタレと、あと梅を混ぜた、梅ビシを、はい、魚の上にちょっとかけるということで、梅ビシをというカレーだね、こんなんだったんで、これもうなんかカリッと美味しそうですね。最後この皮ですね、この油、はい、ちょっとフライパンを斜めにして、ちょっと揚げる感じですね、揚げ焼きですね、うん、意外と油の量を入れてますね。油多めに、カリッと焼くためには油多め。これ油の量ちょっと減らしてやってもいいんですか？それは好みで。油がちょっと多めの方がちょっと揚げた感じで香ばしい感じですかね。揚げ焼き。美味しそう。もうこれも今日これはもうご飯にも合いますね。はい、藤山さんに何かまたご質問が来ています。藤山さんがお好きなブリを使ったお料理は何ですかと。個人的にお好きなお料理、難しいかな、でも聞きたいな、はい、私も今日紹介する焼き物も美味しいし ね、荒炊きとかも僕大好きでね。荒炊きね、最近スーパーでお魚の荒って売ってることもあると思うんですけれども、なかなかね、荒ってどうやってお料理したらいいのかなと困って、うん、実は後で荒炊きも教えていただきたいなと思います。これ45分過ぎてしまうので、お時間がある方はご覧いただき、ない方は後でアーカイブをご覧くださいね。はい、お魚焼き、はい、じゃあ盛り付け、はい、盛り付け、先ほどのですね、これ付け合わせにセリです。セリは湯がいて、どうですかね、セリ、こちら、セリ、はい、これを、洗って、適当な大きさに切って、ね、湯がいて、はい、これは塩茹でですか、とも塩入れずに茹でて、塩一つまみ入れて、はい、茹でて、これはちょっと粗みじんな感じ、はい、ちょっと出汁につけてます。はい、ちょっと何出汁、カツオ出汁ですね、カツオと昆布の出汁に塩一つまみ、お醤油少し入れたお出汁に浸して、それを絞ったものですね。それだけでも美味しそう。まあ、おひたしのようなですね。はい、もう彩りも綺麗ですね。サイズ。これも簡単ですね。だってお魚を焼いて、あとは、まあ、正直タレをかけるだけなので、もうご家庭でも作れると思います。今こんな感じになっています。皆様見えますか、はい、彩りが綺麗です。で、タレなんですけれども、先ほどお伝えしましたタレ、半分に煮詰めた甘辛いタレ、そこと、それとあとは梅、梅のペーストですね。自宅にある梅干しをこうペーストにする感じで大丈夫ですか？大丈夫です。なんかいろんな梅があると思うんですけども、そうですね、塩分濃度が違うので、はい、そのタレと梅のペースを合わせた時にちょっと
塩味が強いなとか、そういう時はお砂糖を足すとか。なるほど。どんな梅干しでもいいですか。例えば蜂蜜梅とか、はい、塩梅とか、まあね、美味しいと思いますよ。あ、じゃあその梅干しを、うん、あのちょっとこう刻んでペーストにしたものを、あの先ほどの甘辛お醤油だれと同量ぐらいですか。同量です。はい、同量を混ぜます。混ぜたタレがこちらになります。もう一度お伝えします。お酒が、300、みりんが30、それから濃い口醤油が120で、お砂糖が 55g、 それを火にかけて半分に煮詰めたもの、それは保存が効きますので、冷めてから冷蔵庫に保存してください。そのタレとそれから梅、大体同量ぐらいを混ぜたものがこちらのタレになります。焼いたぶりの上に、これはセリを茹でて刻んだもの、そして、はい、梅塩です。ちょうど45分になりました。出来上がりましたね。繊細ですね。ぴったりです。はい、こちらで今回ブリの、はい、梅塩とそれからあとは、マハタ の蒸し物2つ作らせていただいたんですけれども、今回使ったお魚のプレゼントキャンペーンがあります。そちら詳しくはインスタとか、それからあとはマリクレールの投稿を見ていただけたらと思うんですけれども、水産王国愛媛インスタをフォローしていただいて、いいねを押してください。なんか私ね、前回拝見したら皆さんね、いろいろと今回のインスタライブの感想とかも書いていただいた方もいて、嬉しく全部 のコメントも読ませていただきました。その、いいねをしていただいた中から抽選でお魚が当たるということなので、皆さんもぜひぜひフォローしていただいて、水産王国愛媛をフォローしていただいて、そしてインスタでいいねを押してください。ぜひお魚当ててこれを作ってくださいね。ちょっと時間はもう45分オーバーしてしまうんですけども、ちょっともう私が藤山さんにお願いして、引き続きブリの荒炊き、それからあとは先ほど途中まで作りましたマハタ の炊き込みご飯、それを教えていただきたいと思います。はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、じゃあ次は、はい、どこから。あ、その前にこれはこのどういうふうに焼けばいいのか。あ、これ炭を持ってるので、はい、今ちょっとご質問、先ほどのお醤油、どこのお醤油ですか。これですね、こちらだそうです。使ってるのは、はい、このお醤油を使ってます。タモの醤油です。では、はい、今ちょっと炭奥で見えるかな、ここなんです。本当にこちらの料亭で使っているこの炭でお魚を今焼いていただいてるんですけども、まあ、バーベキューだっていうふうに思っていただければ皆さんも馴染みがあると思うんですけれども、先ほどのお魚を今どっち面から焼いたとかありますか。表が下、表ですね。今表が下で、お魚を焼いています。まあこれも煙出てるんで、はい、ブリの脂が落ちてる、ああ炭に落ちて、それがまた煙になってるんで、いぶされて美味しくなる。なるほどなるほど。ちょうどなんかジュージュージュっていう風に炭に油が落ちて、すごく美味しそうないい音がしてます。見えるかな、ちょっと見えますかね、ちょっと、はい、見えてますね。これ大体何分くらい焼くんでしょうか。もちろん 炭の、ね、温度にもよると思うんですけど。そうですね、炭の量にもよりますし、この時ポイントは、はい、この串をこうやって回す、はい、それ串熱くならないですか。ならないです、こっちは絶対ならない、ならない、はい、はい、じゃあ串熱くならないので安心してこうくるくる回す、くるくるというか、はい、こうくるくるたまに回してやるんです、ね、はい、串を回す、はい、串を回す、はい、お魚ではなくて串を回すんですね。そうです。それはどういう、魚を焼けてきてタンパク質が固まってきて、はい、金串に身がつくので、その身につくのを防ぐためですね。よくそのまま串を回さないで抜くときに張り付いちゃってることがあります。煮崩れするんですよね。煮崩れします、煮崩れする、うん、なるほどなるほど。焼いてる途中に串をちょっとくる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 回すと串にお魚がつかないので崩れないということです。結構煙が出てきましたね、うん、やっぱり焼き目がつくまでこのね、はい、バーベ
ベキューっていうとね、なんかどうしてもなんか焼肉のイメージがあって、お肉を焼くっていうなんかバーベキューだと思うんですけども、こうやってブリをね、焼いたバーベキューってとってもなんか贅沢で、いいですね。なんか新鮮な感じですね。バーベキューでお魚っていうのをちょっとこれからどんどん試したいと思います。あと、配合について皆様すごくご質問いただいているんですけれども、私のインスタ、それからあとマリクリエール、それから水産国愛媛で、きちんとレシピ配合をご紹介いたしますので、それもご覧ください。そうですよね、私もとっても気になります。配合すごく大切だと思いますので、今もし途中から見た方、今こちら先ほどできました、ブリの梅干しを、これフライパンで焼いたものなんですけれども、フライパンではなくて、もしご自宅でバーベキューをねする時があったらば、炭でお魚を焼いた時の焼き方を教えていただいています。またちょっとフライパンとは全然違ったね、焼き方になりますね。これヘルシーだなと思うのは、フライパンだとどうしても油を、ね、使わなければいけないんですけれども、炭だと油を使わないので、本当にお魚の油だけで焼くので、ある意味ヘルシーですよね。大体何分くらいかな、これは。フライパンは、まあ、表6割7割焼いて、はい、裏あ、なるほど。先ほどのフライパンの時には表と裏と2分2分だったんですけれども、炭で焼く場合には表をちょっと多め、6割7割焼いて、裏返した時には少し少なめにっていうことですね。これも最後皮目が炙ります、はい、はい、皮もパリッとさせる、ちょっと焦げてるぐらいのが美味しいですね。皮も美味しいですからね、感じです。はい。ここでも串を回しながら。ああ、そのまま抜くんではなくて回しながら抜くんですね。回しながら。身を持って。身を持つ。はい、そうです。熱いですね。身を持つながら美味しそうに焼けました。はい、延長したとは言ってもなかなか時間の限りがありますので、はい、次に、教えていただきたいのが、何を、先ほどの炊き込みご飯はどうやってやるんですか。地漬けという作業ですね。さっき、はい、真旗を、ぶつ切りにして、それからレンコンもぶつ切りに、同じぐらいにぶつ切りにして、漬けにしました。その漬けのタレは、お酒400、みりん100、濃吉醤油100、それに漬けておきました。はい、それを20分経ったら、そう引き上げて、水分をきれいに拭きますね、はいはい、拭いて素揚げします。油で揚げる、はい、油で揚げて、米、だしとそのレンコンと真旗の揚げたものを入れて、もう炊飯器に入れちゃっていいんですか。はい、入れちゃって大丈夫です。揚げたお魚を炊飯器に入れる、炊き込むものなんて私やったことないので、なんかまた旨味が出て美味しそうですね。油で揚げることでちょっとコクが出ますので、はい、これちょっと時間がないので、後で写真撮って皆様に、はい、お見せしますね。はい、あとまあ今日昆布ですね、はい、そうですね、昆布、そう、先ほどの食べてもいいんですけれども、この後昆布をきれいに洗っていただいて、こうやって切っていただいて、多分家庭ではこんなに早期に昆布ができることはないと思うので、冷凍してある程度の量に溜まったら、ね、佃煮を作ると、山椒と一緒にね、はい、山椒と一緒に炊いたら有馬煮とか鞍馬煮とか煮馬煮になるので、美味しい佃煮ができると思います。これ佃煮、お醤油と何、はい、お醤油、醤油酒みりん、醤油酒みりん、はい、あと砂糖ですね、砂糖、あと山椒の実、山椒の実、はい、量の配合も気になるところなので、これも後で聞いてこっそり皆さんに教えますね。はい、これとお酒、醤油、みりん、砂糖、それで煮て昆布の佃煮を作るそうです。佃煮にしとけばまた日持ちもしますね。そうですよ、日持ちしますからね、はい、で、あとアラ、さっきアラが、はい、はい、
ブリのあら、今回のブリ、あの丸ごと1尾送っていただいたので、あらってどうするんだ、最近ね、あらだけでも売っているので、うん、この間私あのあらをね、使っててどういうふうにお料理しようかなと思っても、お頭とか、うん、もうオーブントースターで焼いたんで、まあ、それはそれで美味しかったんですけれども、ね、はい、やっぱり煮物がね、美味しいなと思うので、あら、ね、の煮物ってどういうふうに、うん、あの煮物料理では作るのかなというのか、僕もね、魚の頭って大好きなんですよ。美味しいですよね、はい、で今日はこの、あのブリですね、この頭、釜の部分とか、はい、この唇っていうんですかね、はい、唇と目元、はい、一緒にあらだけにします、はいはい、あらだけする時もスーパーであらって売ってるので、はい、買ってきたらまず血とか鱗とかついてたらちょっときれいに洗っちゃってください、はい、これはもうお水で普通に洗えばいいんですね、はい、お水で洗えばいいです、はい、でその後、先ほど霜降りっていう作業をしましたけど、ね、はい、あの熱湯にお魚をこう数秒入れて、そうです、はい、で表面が白くなったらお水につけて、はい、そこでもう一回洗うとですね、はい、じゃあ、あらも、ちょっと必ず霜降りをするということですね。そうですね。霜降りして、はい、汚れと鱗、はい、血とかね、きれいに取って、下処理をきちっとするというポイントです、はいはい、そうですね、今回、先ほど申し上げましたけれども、プレゼントキャンペーンがあります。水産王国愛媛のインスタフォローしていただいて、いいねをしていただくと、今回 の使ったブリ、マハタ、それを送っていただけるということで、一尾丸ごと送るっていうこともできますし、さばけない方はさばいたものを送っていただけるということで、各5名様、これ全部切っちゃうのかな、すごいですね、もう私も応募したい、大盤振る舞い、なのでなかなかね、一尾っていうのはね、大変だなと思うんですけれども、今回をきっかけに一尾ぜひ応募していただいて、当選した方は丸ごとこうお料理するという楽しみも経験していただけたらなと思います。これからね、パーティーシーズンにもなると思いますし、そうですね、ご家族皆様でね、お召し上がりいただけたらいいなと思います。そうですね、あとね、そろそろね、延長したというと3分なんですが、はい、なんかできてるかな、どうですかね、裏の藤山さんの厨房でちょっと作っていただいて、ちょっと何ができてきているのか、先ほど の炊き込みご飯と、それからあら、煮たものをちょっとここではスペースがなかったので、奥の厨房で作っていただいています。あら、なかなかね、本当に難しいと思うんですけれども、さばくのが難しい方はさばいてほしいというふうにリクエストいただければ、当選された方、さばいたものを送っていただくことができるそうです。今、あらだけ入ってます。おいしそう。これ落としぶた、赤身で落としぶたをして、ね、はい、はい、里芋ですか、里芋と一緒に、エビ芋です、エビ芋、はい、エビ芋、おいしそうです。これはブリじゃなくても、例えば他のお魚でマダイとか、はい、とかでも同じようなやり方でもいいんですか。タイナラだけも美味しいですね。タイナラだけ、そうですよね、はい、はい、これは先ほど言うようにぶつ切りにして、それで湯通ししたということですよね、霜降り。で、アラを処理するときにお酒で洗うといいというふうに、なんかちょっと聞いたことがあるんですけども、はい、お酒で洗った方がいいんですかっていうふうにおっしゃって質問が来てるんですけれども、酒で洗う必要ないですね。わざわざお酒で洗う必要ないと、はい、じゃあ本当にお酒十分入ります、ね、あ、なるほど、洗うよりも、あとは霜降りという作業が大切ということですね。お酒で洗うという必要はなくて、霜降りという作業、熱湯に入れていただいて、表面が白くなるまで湯通ししていただいて、そして氷水につける、そうです、はい、その一手間をしていただくと。でこれは、お醤油、お酒、みりん、はい、お砂糖、砂糖も少し、はい、大体分量の割合はどれぐらいですか。あとでまた、じゃあ、はい、それをまず全部一緒に入れて、はい、はい、合わせてから変えた方がやりやすいんじゃないですか。調味料を全部入れて、はい、火にかけて沸騰したところに入れる。そうです。でもこれに、はい、アラを入れて、はい、もうその合わせた地を入れて、はい、落とし蓋をして沸かす、うん、煮ていくと。で、煮汁が煮詰まってきたら、ちょっと鍋を傾けて、
ちょっと回しかけながら。もうね、本当に香りがね、美味しそうな香りです。こうやって回しかけることで、まだ魚に照りが出ます。美味しそうですね。もう少し見つめます。もう本当にあとそろそろで、もうこのね、延長したインスタライブも終わってしまうということなので、はい、完成が写真を撮って水産王国愛媛、それからマリピレラと私のアカウントでご紹介いたしますので、そちらをご覧ください。はい、もう最後になりましたが、あと何分ちょっとね、あとね、数秒なんですよ。はい、あと30秒ぐらい、はい、本当に私ね、楽しかったっていうか、もう学ぶことがね多くて、もう正直もう1時間でも足りないぐらい、もう皆さんにもね、いろいろと質問ねいただいたんですけども、私もいっぱい質問があっていいですね。あと1時間あればよかったですね。あと1時間、ね、またやりますか延長いい香りです。はい、今日は水産王国愛媛の水産王国愛媛のお魚応援プロジェクトということで、今本当に旬のこのブリ、それからマハタ、これも5キロと、それから 2.5 キロの本当に大きくて美しい、もうアイクフィッシュと言われるの生産者の方々が愛情を込めて作った養殖のお魚、もう先ほど藤山さんが養殖って言っても本当にレベルが高くて臭みもなく、とっても美味しいお魚っていうふうにおっしゃってました。こちらを使ってお料理、本当は2品以上作ったんですけども、最後にお見せしますね。こちらはマハタの酒蒸し、それからあとは、ブリの梅干し塩、この2つを作らせていただきました。はい、その他に荒炊き、それからあとは炊き込みご飯、あとお漬物だったりとか、もう食材を余すところなく使う方法も教えていただきましたので、この後アーカイブに残します。ぜひそちらもご覧ください。もう今日はもう銀座藤山のこの料亭がお休みの日、この日にも一日ね、もう本当に朝早朝から準備していただいて、こうやって皆様にインスタライブをお届けすることができました。愛媛県の、ね、お魚本当に美味しいので、ぜひ皆様応募してください。水産王国愛媛のインスタを、はい、インスタアカウントをフォローしていいねを押していただけると当たるそうです。そろそろもう終わりかな。はい作ってる途中でもういい香りの中、皆様にここで最後のご挨拶したいと思いますので、じゃあ藤山さん、皆様本当にありがとうございました。もしご質問があったらインスタでコメントくださいね。ありがとうございます。